フランチェスコ・ペッコ・バニャイアは、イタリア、鳥の出身のオートバイレーサー。性は、バグナイア、バニャイア、バニャーヤとも表記される。バレンティーノ・ロッシが設立した VR46 アカデミー出身者であり、2018年のロードレース世界選手権、元2クラスチャンピオン。2019年よりアルマ・プラマック・レーシングから、モートジッピークラスに参戦している。愛称はペッコ。 これは2歳年上の姉が幼い頃、フランチェスコとうまく発音ができず、ペッコと呼んでいたことに由来する。イタリアのトリノで生まれたバニアヤは、ミニ元で成功し、2009年にヨーロッパのミニ GP チャンピオンシップを獲得した。2010年にモンラウコンペティションチームから、地中海プレ GP125 クラスにデビューし、ランキング2位となる。2012年には、セブ元3クラスに、 ホンダ NSF250R で参戦、7戦中3戦で、表彰台に上りアレックス・マルケス、ルカ・アマトに次ぐランキング3位となる。バニャイアヤはまた、VR46 ライダーズ・アカデミーのメンバーでもある。2013年、バニャイアヤは、チームイタリア・フミーから、世界選手権、元3クラスにデビューする。チームメイトは、ロマーノ・フェナティ。この年は17戦に出走したが、 ポイントを得ることはできず期待外れのシーズンとなった。最高位はセパンでの16位であった。2014年バニャヤは新設されたスカイレーシングチーム 5R462 席 KTM のマシンに乗りチームメイトは再びロマーノフェナティとなった。ルーキーシーズンではポイントを獲得できなかったがシーズン前のトレーニングとマシンの変更が功を奏し明らかに改善された。 前半7戦で5度のトップ10入りを果たし、最高位はルマンでの4位であった。このレースでは、ファステストラップも記録した。アッセンとザクセンリンクを怪我のため欠場するまで42ポイントを上げていたが、復帰後はスランプに陥り、後半9戦でポイントを獲得したのは2戦のみであった。結局は50ポイント、ランキング16位でシーズンを終えた。 2015年カタルーニャ GP2015 年、バニャイアはアスパーレーシングチームに移籍、マシンはマヒンドラに代わり、フアンフランシスコ・ゲバラとホルヘマルティンがチームメイトとなった。第5戦のルマンでは、ロマーノ・フェナティとエネア・バスティア2位に次ぐ3位となり、初の表彰台となった。続くムジェロで、バニャイアは0.003秒差で、表彰台を逃し4位でフィニッシュした。 シルバーストーンでもニッコロアントネッリとニ位を争い表彰台は目前であったが残り2周でクラッシュした。2年連続でランキングを上昇させ3年連続でマシンを変更しながらも前年より獲得ポイントを26増加させたがシーズンはバニャーヤにとって好不調の波が大きかった。トップ10フィニッシュは5回7戦でノーポイントに終わりリタイアは5回となった。 シーズンは76ポイント、ランキング14位に終わった。2016年、バニャーヤは、開幕戦のロサイルで、表彰台を獲得し、コースタートを切った。第4戦のヘレスでも3位に入る。ホームグランプリのイタリアでは0.006秒差で、ニッコロ・アントネッリを破り3位を確保した。続くバルセロナでは、クラッシュのためリタイアに終わったが、第8戦圧戦では、初優勝を飾った。 この勝利は、マヒンドラにとっても初の勝利であった。序盤8戦で4度の表彰台を獲得し、タイトル争いに加わることとなった。続く2戦は、平凡な成績に終わり、ブルノでは、クラッシュのため、リタイアとなったが、雨のレースとなった第12戦、シルバーストーンでは、初のポールポジションを獲得、決勝ではスリリングなレースを繰り広げ、ブラッド・ビンダーに次ぐ2位となった。 第17戦セ版ンでは、レース序盤に、ブラッド・ビンダー、ジョアン・ミル、ロレンツォ・ダ・ラ・ポルタといったライダーが、同じコーナーでクラッシュ、バニャヤは2勝目を挙げた。バニャヤは、ブラッド・ビンダーに次いで、世界選手権、ランキング2位を獲得する機会を持っていた。しかしガブリエル・ロドリゴによって、フィリップ・アイランドとバレンシアの2戦でリタイアすることとなった。ロドリゴはオーストラリアで、 ファビオディジャンナントーニオを押し出し、バニャイアはそれに巻き込まれた。バレンシアでロドリゴは最初のラップで最終コーナーのアプローチにおいてハイサイドを起こし、バニャイアはそれを避けられずクラッシュした。結局、バニャイアはシーズン2勝を挙げ表彰台6回145ポイントを獲得し、ランキング4位でシーズンを終えた。元3で4シーズンを過ごした後、バニャイアは 元に2にステップアップした。2014年に所属していたスカイレーシングチーム VR46 に移籍し、ステファノ・マンツィがチームメイトとなった。第4戦のヘレスでバニャイアーは2位に入る。続くルマンでも2位となる。予選ではトーマス・ルッキからわずか0.026秒遅れの2番手となり、ポールポジションを逃した。ザックセンリンクではフランコ・モルビデリ。 ミゲル・オリベーラに次ぐ3位となり、ミサノでもドミニク・エガーター、トーマスルティ、ハフィズ・シャーリンに次ぐ4位となったが、後にエガーターが失格となったため繰り上げで3位となった。モテギでは4位に入り、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。バニャヤはルーキーシーズンを174ポイントで終え、ランキング5位となり、18レース中16レースでポイントを獲得した。 2018年は開幕戦カタールで勝利を飾り、コースタートとなった。オースティンでは、アレックス・マルケスとの激しいバトルの末、二2.4秒差で優勝した。このレースでは、ファステストラップも記録した。ヘレスでは、予選3位となり、決勝は、ロレンツォ・バルダッサーリ、ミゲル・オリベーラに次ぐ3位となった。ルマンでは、元ににおける自身初のポールポジションを獲得。 決勝も勝利し、ポールトゥフィニッシュとなった。この勝利は、フランス GP における3度目の表彰台となった。圧戦でもポールポジションを獲得、そのままフィニッシュして4勝目を挙げる。ザックセンリンクでは予選3位となったものの、決勝では2周目に、マティア・パシーニが最終コーナーにおいて、バニャー屋の目前で点灯、コース外に押し出されて26位まで下がってしまう。しかしながら、 必死の追い上げで、最終ラップの最終コーナーで、アレックス・マルケスを抜いて12位フィニッシュとなった。ブルノでは3位でフィニッシュしたが、ここで、オリベーラにポイントで並ばれてしまう。続くオーストリアで5勝目を挙げ、再びチャンピオンシップでのリードを築いた。ミサノでもポールポジションを獲得、そのまま6勝目を挙げる。タイでは7勝目を挙げ、チームメイトのルカ・マリーニと一から二フィニッシュとなった。 モテギではタイヤーツが低かったためファビオクアルタラロが失格となりバニャイアーは8勝目を挙げた。セパンで3位に入り12回目の表彰台を獲得したバニャイアーはここでタイトルを確定した。チームメイトのルカマリーにも元2に,における初勝利を記録した。バニャイアーは元2の2シーズンで36回出走し34回でポイントを獲得。 2017年のバルセロナから30戦連続でポイント獲得を果たした。この記録は彼がモートジッピーにステップアップしたことで終了した。2017年のルーキーシーズンを過ごした VR46 で2018年はモートジッピーにステップアップすることをオファーされていた。しかし最終的にはチャンピオンシップタイトルを獲得する機会を得て元2に止まることにした。 2018年シーズン開幕前にドゥカティと2年契約を交わし、2019年にはサテライトのプラマックレーシングからモートジッピークラスへ昇格することが決定した。2019年シーズンはドゥカティのファクトリーチームに移籍したダニロペトルッチの空席を埋めることとなった。開幕戦のカタールではフロントウィングを損傷したためリタイアする。第二戦のアルゼンチンでは14位で、 フィニッシュ、モートジッピーでの初のポイントを獲得した。オースティンでは、マルク・マルケスとカルク・ラッチローがそれぞれクラッシュしたため、バニャイアーは9位でフィニッシュした。このレースでは、マーベリック・ビニャーレスト・ホア・ンミールがジャンプスタートし、ドライブスルーペナルティを課された。第4戦のヘレスでは、予選10位となり、決勝では、ポル・エスパルガロと順位争いをしたものの6周目でクラッシュ。 リタイアとなった。2018年に元2で優勝したルマンではマーベリック・ビニャーレスと接触して6周目にクラッシュした。第6戦ムジェロでは予選8位となったが決勝では7位走行中に11周目の最終コーナーでクラッシュした。63バニャやドゥカキレノボチームに移籍。第13戦アラゴン GP で最高級クラス初優勝を飾る。 シーズン別クラス別レース結果現在進行中。ありがとうございます。